岡山県南政令指定都市構想。岡山県南政令指定都市構想は、岡山県南の岡山市を中心とした大規模な市町村合併により、中四国の中枢としての広域都市建設と、政令指定都市の指定を目指す行政の政策のこと。現在は、将来の同州制導入の際、岡山県が提唱している、中四国州の州と誘致のためという名目も付加されている。 昭和30年代に岡山県知事の三木幸春が提唱した岡山県南100万都市建設計画は全国6大都市形成のための岡山市と倉敷市を含む県南の大同合併である。岡山県南政令市構想はその流れを組んではいるもののあくまで平成の大合併における岡山市の政令指定都市移行を目指したものであった。 当初の岡山県南100万都市建設計画からすれば、岡山県南政令市構想は、今のところ、倉敷市を含まない岡山市周辺の市長を合併することに限られているが、その後隣接する四町との合併を順次完了。平成21年2009年4月1日に、中四国地方では2番目となる政令指定都市に移行した。 昭和の大合併の時期よりも前に提唱された当時の全国6大都市に次ぐ大都市形成と国による新産業都市の指定を念頭に置いた合併構想。一巡目の岡山国体開催前年の1961年に当時の岡山県知事、三木幸春が提唱、岡山市、倉敷市、小島市の3市が中心となって33市町村の合併を目指したものである。 県よりも先に地元産業新聞社が和32年1960年に大岡山市の設計図という提唱記事を連載し始めた。合併が実現していれば人口は約90万人、計画では100万人超、実際は約130万人規模に達したとなり、岡山県民の約半分を占める大規模な市の誕生となっていた。もしそのまま政府、 自治省との事務接種が順調に進んだ場合、北九州市が政令市となった昭和38年1963年頃には全国で6番目しくは7番目の政令市誕生となり、中四国地方では昭和55年1980年に移行した広島市より先に初の政令市となっていた可能性もあった。昭和37年。 1962年4月、県南の33市町村で構成される県南広域都市建設協議会が発足し、各地で推進大会が開催され、国会でも報告されるなどして、推進体制が整っていった。合併協議は順調に進み、合併協議会で合併期日は昭和38年、1963年1月1日と定められ、 その期日に向けすべての関係市町村議会で合併賛成の議決が行われた岡山市においては昭和37年196年12月17日22対16の賛成多数で議決。しかし社会党の革新市長だった岡山市長の寺田熊尾は当初賛成だったが倉敷市長の高橋伊佐夫と共に途中から合併反対に回った。 さらに合併調印式当日に、ほとんどの市長らの署名が行われた段階で、倉敷市長が署名を行わないまま行員を持ち出し、東京へ一時失踪する事件が発生した。三木知事など、岡山県側は、犯罪行為にあたると、県側の都合の良い判断で、警察への捜索依頼と告発も検討するなどしたが、高橋倉敷市長が東京に失踪したことで、 期日での合併が事実上できなくな。これにより合併の中心的存在だった岡山市、倉敷市、小島市、倉敷市小島が合併協議から脱退するに至り、これら3市の市長が合併を知事に申請しなかったことにより構想は時間切れで頓挫し。その後、頓挫したこの計画に救済を買って出た、休日省、現総務省の事務次官、小林よそじにより、 昭和38年1月10日から翌11日にかけて岡山市周辺と倉敷市周辺でそれぞれ合併を進めるという裁案を関係各市長を招き提示した。また推進の中心であった三木知事が翌年の昭和39年に休止し計画の発起人が不在になる大道合併の早期実現がさらに困難となった。時を同じくして倉敷市では 合併反対を唱える市民グループによる署名により、市議会のリコールが成立、その後の選挙により合併賛成の議員の多くが落選するなどしたが、一方の岡山市では同じ年に、大岡山市建設と、あくまで政令指定都市実現を目指す岡崎、平尾市政が誕生した。皮肉にも、結果的には、岡山市の政令指定都市へ向けた歩みは、三木知事が提唱した。 県南百万都市構想頓んがきっかけとなって始まるに至った。また、旧自治省、現総務省仲裁案の通り、岡山市とその周辺、備前ブロック、倉敷市とその周辺、備中ブロックでは昭和40年代から平成に至るまで各ブロックごとに順次合併が進み、岡山市においては、政令指定都市に移行した。七市に十町六村が、 協議会に参加していた。後の市町村合併による枠組みごとに記載。なお、太字で示した各見出しは、平成の大合併で消滅した概要を記している。現在、岡山市の一部となっている、自治体、現在、倉敷市の一部となっている、自治体、現在、総社市の一部となっている、自治体、現在、玉野市の一部となっている、自治体、現在、 浅口市の一部となっている自治体現在、瀬戸内市の一部となっている自治体現在、赤岩市の一部となっている自治体合併しなかった自治体県南100万都市建設計画が頓挫した後、岡山市は市長岡崎平夫のもと高度成長で急速な市外化が進んだ隣接市町村との合併を積極的に進め、1969年、 昭和44年最大寺市を川切り2975年は50年の藤田村まで11市町村と合併し50万都市となり、平成4年には60万人を突破、全国初の中核市に移行した。2001年、平成13年8月、国は市町村の合併を促進するため、政令指定都市の人口要件を暫定的に条件付きで70万人に緩和する。 市町村合併支援プランを発表した。これにより、岡山市周辺でも、政令指定都市に向けた合併機運が高まり、岡山県南政令市構想等名称での合併協議が行われ、周辺4町との合併が順次進み、岡山市は倉敷市抜きの70万人で、政令指定都市に移行した。岡崎から市長を引き継いだ松本市は、 平成に入り市政100周年記念事業として、千堀公園誘致を企画した者の,の不透明な資金の問題で迷走。1991年、平成3年松本は市民に心を問うとして、突然辞任し、千堀公園の再検討を訴えた、旧自治省官僚のア川カ介が当選した。ア川は二度目に再選された選挙で、正式な公約として、2010年をめどに、 政令指定都市を実現するとした。歴代市長としては、初の目標値を示した指定都市実現の公約であったが、当時の人口要件では、倉敷市との合併もしくは多くの周辺市町村を巻き込んだ大合併しか方法はないと思われていたため、その実現性とプロセスに疑問を持つ人が多かったことは言うまでもないが、あたかが休日賞完了だったということからすれば、 後年の平成の大合併や、その促進策としての指定都市の人口要件の緩和を先取りする形の政策であった。あたかは、地域なくして、市政なしを合言葉に、旧町村役場が残る市長を統廃合し、市内を6分割にして、将来の区役所となる総合市長を設置しようとした。区割りでは市内多くの各所で説明会を実施し、 議会とも激しい議論を交わした後、ようやく総合支所の区割りを定めた条例が、市議会で可決、いよいよ総合支所建設に取り掛かろうとした矢先、1999年、平成11年2月の市長選で、岡山を動かすを合言葉に人気を得た、旧通商産業省官僚であった、萩原誠二に敗れた。市長となった萩原は、前市長の方針を180度転換し、 総合支所計画は凍結。ただし、保健福祉行政での区割りの条例は残された。指定都市も当面目指さないと議会で答弁した。しかし、時代の変化は激しく、2001年、平成13年8月に、国から市町村合併支援プランが発表され、大規模な合併が行われた場合、政令指定都市の人口要件の緩和を検討するという政策により、おかいち、 清水市、原子図岡市清水区の合併で70万人の政令指定都市が実現することになった。その直後の秋の玉の市長選を当選した山根市長が岡山市との合併で政令指定都市実現が可能であり、町内組織を設け検討すると発言。これをきっかけに岡山青年会議所が岡山市長に、 玉野市との合併で、政令指定都市を実現すべきと要望書を提出、にわかに動きが活発となった。当時の岡山市の人口は63万人で、玉野市は7万人であった。就任直後から、指定都市を目指さないと発言をしていた市長の萩原で、あったが状況の変化があったとして、相手方が求めるなら、合併を検討するのは、やぶさかではないとし、 玉野市とその間にある長崎町との合併研究会を設置することとした。この研究会にはさらに隣接する水戸町、瀬戸町が加わりたいと希望してきたため、2002年、平成14年度、玉野市、長崎町との南部と水戸町、瀬戸町との北部の合併研究会を立ち上げ、年度末には南部と北部合同で法定合併協議会を設置すべきという結論に達した。 玉野市では当初から議会を中心に合併反対の意見が根強く設置を目指した法定合併協議会は議会で上程すらできず2003年平成15年任意合併協議会でのスタートとなった。しかもこの時後に合併することになる瀬戸町は赤岩郡での合併協議が先行していて二股となっていたためこの枠組みから一旦離脱した。 任意合併協議会でまとまった中間答申では岡山市が上保し、ある時には新設合併、対等合併、総裁費無料などの玉野市独自の公共サービスの維持というもので、玉野市の要求する条件はほぼクリアしていたが、玉野での反対派の合併、指定都市へのネガティブな運動があり、市民説明会では反対意見が多数で、 市議会でも反対議員が過半数を占める状況をとっていた。山根市長は2004年平成16年2月、法定合併協議会設置案を議会に諮ることなく、岡山市との合併を断念すると表明した。玉野市は長崎町との合併を求めたが、長崎町議会は岡山市との合併を選択した。この後、玉野市民から1万人分に近い署名が集まり、 岡山市との法定合併協議会設置を求める、請願が提出され、岡山市議会では議決されたものの、玉野市議会は否決された。最署名で法定協議会設置という方法も残されていたが、不運にも当時、来週した台風の被害が激しく、台風16号、18号、市民グループによる署名活動も、ままならず断念せざるを得なくなったが、皮肉にも、 台風理災への玉野市の対応力に限界を感じた。玉野市民から岡山市と合併すべきであったとの声が高まったとも言われる。その間にも平成の大合併が行われる前までの人口規模が岡山市62.6万人よりも小さかった。静岡市47.0万人。新潟市50.1万人。浜松市。 58.2万人の3市は20から30万人の大規模な合併を成功させ、いずれの市も2年後には、政令市以降を実現し、岡山市は、平成の大合併第1弾組からは2年の遅れを取ってしまった。市の人口は2000年国勢調査のもので、平成の大合併で一緒になった市町村の人口は加算していない。県南政令市構想から、 玉野市が離脱したものの水戸町と灘崎町は、岡山市との合併協議を引き続き進めることとし、議会で法定合併協議会設置議案を、議決2004年平成16年3月に、岡山県南西霊市構想、岡山市、水戸町、灘崎町合併、法定協議会が設置された。合併協議では、合併後の議員定数でそのまま、 在任特例で残りたいとする長崎、水戸町議と定数特例を主張する岡山市議との意見が最後まで折り合わず合意に至るまでには最終段階まで難航したが議員数が多いとする住民感情への配慮と全国初となる合併特例区の設置に予兆議側が折れる形で定数特例に落ち着いた。しかし水戸町で合併の賛否を問う。 住民投票が行われ、数十票という僅差で反対が上回る結果になった。しかし、住民の代表である区長会が一致して合併推進を訴えたことで、町長と町議会は最終的に合併を決断した。また、長崎町では町長が合併協議の当初から、政令指定と市実現に疑心暗鬼になっていて、野市との合併に未練を残したままでいた。 説明会で町民の多数が岡山市との合併を指示、町議会で合併規案が議決された直後、自らは合併申請を執行せず辞任すると表明し、異例の事態となった。その後、石井県知事や萩原市長などによって町長への説得が行われ、期限間際になり町長は辞任を撤回、書面に応印し、県に無事合併申請が提出され、二町は、 幾度もの合併競技崩壊の危機を乗り越え、2005年、平成17年3月22日岡山市に編入合併された。三ッ町、長崎町の二町と合併しても岡山市の人口は67万程度にとどまり政令指定都市の人口要件を満たした状態ではなかった。岡山市にとって幸運なことに隣接する二町で、指定都市実現への流れに桁変化が起こった。 竹部町では当初、北に隣接する久米南町との合併を目指し法廷、合併協議会を設置し合併協議が進んでいたが、2003年、平成15年7月の町長選挙で、元岡山市環境局長の中山県南都市県入りを掲げ当選。2004年、平成16年2月には、久米南町との合併協議会を解散させ合併を白紙撤回した。2005年、 平成17年1月には岡山市との合併を表明、4月に合併研究会を設置した。一方瀬戸町は赤岩郡王町での赤岩市、当時決まっていた新市名としての合併協議が進んでいたが事態が急変2003年平成15年末になり山陽町赤岩市と市庁舎などをめぐり確執が表面化し、2004年 平成16年1月に法廷合併協議会から離脱した。2005年平成17年7月に萩原市長から竹部町と瀬戸町を含めた周辺町へ合併が呼びかけられたが、8月には小泉首相による衆議院の郵政解散が行われ、市長であった萩原が資格として立候補し、市長を突然辞任するというハプニングに見舞われた。 しかしその後の市長選で、指定都市推進を掲げる高谷茂雄が当選し、県南政令市構想は引き続き継続されることとなった。瀬戸町には合併後の赤岩市からも合併申し入れがあったが、一市二町の合併により、指定都市以降の可能性が現実的になったこともあり、岡山市との合併を決断、竹部町と瀬戸町は2005年、平成17年11月、 岡山市に相次いで合併の申し入れを行った。2005年、平成17年12月21日岡山、県南西霊市構想、岡山市、竹部町、瀬戸町合併協議会を設置し、合併協議は、先の2町のように難航することなく順調に進み、2007年、平成19年1月22日に岡山市へ編入合併された。 合併約6ヶ月後には、推計人口が70万人を突破、合併特例での政令指定都市の人口要件をクリアしたとされ、これ以降、岡山市の指定都市以降への動きが加速した。高谷市長は、竹部町、瀬戸町との合併前年の2006年9月の議会で2009年中に、政令指定都市以降を目指すと正式に表明し、10月に、 県との事務権限の異常についての研究会を11月町内に、政令指定と推進本部を相次いで設置した。合併後の岡山市の人口は以下のようになっている。市町村合併支援プランと同様、新市町村合併支援プランにおいても、大規模な市町村合併が行われ、かつ、合併関係市町村及び、関係都道府県の要望がある場合には、 政令指定都市の弾力的な指定を検討するとされ、指定都市の要件緩和において明確な人口基準は示されなかった。ただし、市町村合併支援プランで初めて指定都市に移行し、かつ人口が最も少なかった静岡市を前例として70万人以上が緩和された人口要件であると指定都市を目指す自治体の間では認識されていた。以下は、 静岡市のデータである。法律が適用される際に用いられる人口を法定人口と言い、指定都市を規定する地方自治法でも同様である。この法定人口は直近の国勢調査の人口を用いるのが通例である。合併後の岡山市の場合、直近の2005年、平成17年国勢調査人口、法定人口が70万人に約4000人足りなかったため、 緩和された人口要件を満たさないとの見方もあり、指定都市への移行が危ぶまれた。一方、国勢調査をもとに毎月算出される推計人口では、市の調査で2007年、平成19年6月26日、県の調査で同年8月1日に岡山市は70万人を突破した。そのため市は、地方自治法では本来用いられない。 推計人口により国と協議するとした。2008年、平成20年2月26日に、市長、市議会さらに、岡山市政令指定都市推進協議会が総務省に要望を行った結果、同年3月から総務省、県、市による指定都市移行に向けた正式な協議に入ること、伝えられた。総務省には、100万人という基準に満たない市にも、 将来の人口見通しがあれば指定してきた経緯から、同様に70万人という基準に若干満たなくても、将来の人口見通しがあれば良い、という人口要件についての考えがあったため、法定人口で70万人に満たない岡山市でも、推計人口で70万人を超えていること、次回の国勢調査で70万人を上回る、見通しがあることから、指定都市移りへの障害はないと、 多岐の金谷総務事務次官、当時が記者会見で説明した。これ以降、新市町村合併支援プランでの人口要件は70万人以上から70万人程度に変わった。なお、2010年、平成22年国勢調査人口、速報値で、岡山市は70万9622人となり、次回の国勢調査で70万人を上回るという、 条件をクリアした。2007年7月に政令指定都市移行権指連絡会議を設置して、県から市への事務権限や財源の異常についての本格的な協議が始まった。当初難航も予想されたが、両者の精力的な協議により11月末には基本協定に合意、県議会の了承も取り付け12月25日に基本協定締結が行われた。 協定書では、法令に基づく異常事務を1387項目、任意351項目、要項、通知に基づく事務137項目と明記され、県の事務処理特例条例は6法令111項目、県単独事業は69事業の異常が盛り込まれた。これは、近年、政令指定都市にこうした静岡市、浜松市や新潟市を上回る規模となっている。 また宝くじの発売収益金は人口比により35.6%が同市へ配分され、これも最近移行した政令指定都市では最も多い。区割りが決まった2007年11月定例市議会で政令指定都市の実現に関する意見書が議決され、その後市長、市議会から県知事、県議会へ意見書が提出された。 2008年2月26日に市長や市議会議長、地元民間推進団体である岡山市政令指定都市推進協議会が総務省へ要望を行った際、総務省は正式に事務接種を開始するとし、3月に入り総務省との協議が本格的に始まったことが市議会で報告された。3月17日には県議会で 政令指定都市を推進する意見書が可決され、この意見書は内閣総理大臣、総務大臣、衆参両院議長に提出された。これを受け6月に入り、石井県知事は高谷市長と共に総務省を訪問、県として岡山市の指定都市移行を正式に要望した。総務省をはじめ各省庁など国との協議も順調に進み、9月には石井県知事、 高谷市長、県議会議長、市議会議長、岡山市政令指定都市推進協議会、会長らにより、総務大臣に政令の改正に向けた要望が行われた。10月10日の閣議において、岡山市を政令指定都市とする、政令改正が閣議決定され、16日交付、2009年4月1日には、長年の悲願であった政令指定都に移行した。 2007年7月に行政区画等審議会による行政区の区割りを審議を開始した。だが、検討期間が短かったことが議論に大きな影響を与えることになった。審議会では事前の市民アンケートなどは行われず、中間等審は3区のみの提示で最終決定まで右与曲折するに至った。特に旭川伊糸の B 区は旧市街地である 市街地東部と昭和の合併地区である西寺地区が同一区にされたことで100件河愛い生の旧市街地住民などから大きな反発が巻き起こり大半の地元町内会長の文区の要望書の提出や3万人以上の署名が集まった南西部の飼育においてもきび五南学区から中心部と北部からなる A 区への編入要望さらには合併して間がない水戸地区からも 合併時の都市内文献の約束と合併特例区廃止後を心配することでの供要望が出るなどの要望が続出した。これらのことを受けた審議会であったが分布することなく均等という当初の論拠により中間答申通りあくまで三区とする答申を市長に言った。これを受けた市は三区という区数は変えなかったものの C 区での要望を受け入れきび5難学区を A 区に編入。 ビークに区役所と同規模の区役所分庁舎を設置するという区割りを発表した。しかし住民要望を受けた市議や県議からは3区では、政令指定都市以降の意見書の決議は難しいと反対多数であったため、市長は市議会が多数による対案を示せば重く受け止めるという姿勢を示し、市議会はビークを分布する4区案を提出した。 そして市長は2007年11月、定例市議会最終日に4区決定を表明、2008年11月定例市議会において、区割り、区役所1と名称を決定する関連条例が、可決さ正式決定した。また市長は、所信表明で、暫定設置となっている南区役所については、その位置を、浦安総合運動公園駐車場用地、南区浦安南町にすると発表した。 2008年2月に行政区画等審議会は行政区の区名を市民公募により選定することとした。2008年2月29日から3月14日の期間で岡山市民以外の人でも参加が可能とした区名の応募を行った。その際、他との質的な差を感じさせる名前として、中央区や旧市町村名など区内の特定の地域を表す名前として最大軸。 三徳、強弱党を禁止とした。その結果、北区や南区などの方角名が投票の上位となった。上位5位、A 区は6位の名前を候補として、2008年4月29日から5月19日の期間で、岡山市民のみを対象とした区名意識調査を行い、その結果、3月の区名応募時と同様に方角名が上位となった。 2008年6月に行政区画等審議会が市民意向調査の結果を受け、1位と2位の得票差が大きく開いていることを理由とし、それぞれ投票の1位であった北区、中区、東区、南区とするよう申し、これを市は区名とすることに正式決定した。全国の政令市の区名からして、すべての行政区が漢字1文字となっているのは岡山市だけである。 2012年4月1日現在。なお、北区は札幌市など10の政令市と重複し、中区は横浜市など5つの政令市と重複し、東区は広島市など8つの政令市と重複し、南区は福岡市など12の政令市と重複しており、その上4つの区名すべて重複しているのは浜松市、名古屋市、堺市の3都市となっている。 2012年4月1日、現在。区名が決まった時の市民の反応として、シンプルでわかりやすい、短くて使いやすい、住所を書く時に楽、四区のバランスが取れているといった、賛同する意見もあるが、その一方、どこにでもあるような名前で、味気がない、岡山らしさがない、一つぐらいは、どの政令市にもない特有の区名があってもいいのでは、といった、 不満な意見も多く出ている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。